皆さんこんにちは。大分の高っち親方です。今撮影しているのが2020年の6月の20日でございます。実はこの前の日からなんとプロ野球が開幕いたしました。そしてですね、いよいよ J リーグも来週6月27日から J2、J3 が再開開幕、そして7月の4日からついに J1 も再開するというわけでございます。まあ最初の方は無観客でございます。まあ致し方ないことでございます。まあなかなかこうずっと試合ができない中で、再開してもこの無観客という中、現実問題、まあ正直クラブにとってこの収入がなかったりですね、こう観客がいなくて活気がなかったりと、まあいろいろクラブやスポンサー様、そしてホームタウンの皆様などいろいろですね、やっぱ大変なこともあるのも事実でございます。まあ、そんな中、J リーグや各クラブ、いろんなですね、まあ企画をしながら、こう J リーグを経済的にも、こうそうやって気持ちの面でも盛り上げていこうという企画を行っております。例えば大分トリニータですと、こちら、私がつけております、このマスク。布マスクでの企画も行いました。そしてですね、J リーグ全体では、例えば、各クラブのマスコットのペーパークラフトを作ろうということで、私もニータを作りました。もうすいません、もうボロボロになって胴体がありません。大変申し訳ございません。まあそういうふうな企画を行っておりますが、今回大分トリニータでは新しくクラウドファンディングを行っております。クラウドファンディングとはいわゆる寄付の活動でございます。まあ寄付でも基本的にはこうリターン、見返りがあるですねものをクラウドファンディングと呼んでおります。今回大分トリニータが行っているクラウドファンディングはトリボード大作戦というものでございます。いや、ダンボールの片取ったサポーターの、まあ、ダンボール人形を、ゴール裏に置いて、もう無観客でもこう応援してるよっていうところですね。これ気持ちの面でも、そして経済面でも実は支援があるんですね。まあその4つのですねプランがありまして、まあ、それに応じたですね応援支援を行っているという状況でございます。今回このトリボード大作戦について、僭越ながらご紹介いたします。ぜひ皆様ご協力をよろしくお願いいたします。このトリボードという企画でございますが、このまあ無観客試合であるとか、まあそもそも開催がなかったのでですね、試合が、まあその分まあ収入もなくなりますし、こうサポーターもですね応援ができず、まあサッカー離れの懸念もございます。でまた新型コロナウイルス第2波再3波と来ないような対策も必要ということで、今回このクラウドファンディングが行われております。まあこれいろんなですねリターン、まあクラウドファンディングは寄付でございますけれども、まあそれに関する見返りリターンもございます。今回このですねトリボードのですねクラウドファンディングについて、資金については、一つがまあそのダンボールサポータートリボードの制作費や設置費に使われると。で二つ目が無観客試合等に伴う減収補填のために使われるということです。で最後に新型コロナウイルス感染対策の寄付金として大分県、まあ、大分へ寄付をされるということでございます。まあ、皆様のですね、ご協力をお願いしますということで、まあ、こういう支援もあるんだということを、まあ、非常にこう企画してくださった方は、本当にありがとうございます。さあ、その気になるですね、このリターンでございます。4つございます。1つが2000円のリターンで、トリボードを置くんですけども、こちらはご自身の、顔なしの、段ボールでございます。で、続きまして2500円のリターン。になりますと、今度、まあ、顔写真のデータを送れば、こう、顔写真がついている段ボールでございます。さらに、こう、抽選でですね、10名に、そのトリボードに、選手、全選手がサインをしてくださるというリターンでございます。続きまして、リターン5000円になりますと、今度、顔写真について、さらに、後日、ご希望の選手と、そのトリボードのツーショット写真の画像をプレゼントされるということでございます。でさらにその、ね、トリボード、全トリボードの中から、同じく抽選で10名様に選手のサインがございます。で使用後にプレゼントの権利がついております。で最後、4つ目が7500円のリターンでございます。こちらもですね、顔写真付きでございまして、さらに、ご希望の選手とツーショットのトリボード
の写真がございます。でさらにそのプリントした写真を希望選手がサイン付きということでございます。でこちらも同じように全トリボードの中から抽選で10名様に全選手がサインされるということで、まあね、これサポーターとしても嬉しいですしね、思い出に残りますし、ね、皆様、まあ、各4つ寄付がございます。私はあの2500円のですね、顔写真付きでいこうかなと思っておりますが、ね、皆様ぜひご希望の、リターンで支援をしましょう。今回トリボードでございますけれども、支援の目標金額が1000万円でございます。で6月の24日まで受け付けているそうです。もちろん期間は前後する可能性もございます。現在ですね、6月の20日土曜日、今ちょうど10時でございますが、支援の金額が350万円弱で、支援数が744件でございます。この後私も申し込みをします。さあ、ということでこういうふうな、まあ、クラウドファンディングトリボード大作戦を行っております。まあ私もですね、一つも申し込みをこれから行いますけれども、僭越ながら支えながらも、支援をさせていただきます。まあですね、まあこうやって無観客で続きますけど、まずこう再開できること、プレーが見られることが本当に感謝でございます。ありがとうございます。もちろん油断禁物でございますが、少しずつまた J リーグの活気がですね、地域、日本、そして世界につながるようになれればいいなということでは、私たちサポーターもできることから支援をいたします。で実際今度 J1 ですが、7月の4日、大分トリニータはホームでサガン鳥栖を迎えます。 I wanna be your minority ですけれども、本当、あっという九州ダービーがですね、行われます。まあ正直なところ、これ、ね、ドル箱路線ですんごい注目のカードですから、まあ見に行けない無観客というのは本当に残念です。ただこれはもう仕方ないことです。ので、だからこそトリボードで応援をする、画面越しで応援するということで、ね、応援しましょう。まあですね、当日は決してこう、まあ気持ちで近くだから行きたいというのもあるんですけども、まあ、一帰らず我慢して、もうちょっとの我慢で、けどできること、試合はもう行われますから、ですね、生きる支援をして、もう一頑張りして、また、スタジアムで、選手、サポーターと一緒に、ですね、元気に応援できる日を楽しみに待ちましょう。ということで、まあ、各ね、クラブいろんな取り組みがございますので、ぜひですね、各クラブの取り組みにはできることから、協力しましょう。で大分トニータはこのようなですね、布マスクから始まり、そして、トリボードもあり、今日知った情報ですと、あと新しくサンダルやマグネットのグッズも、受注販売が始まるということで、まあ、こういうこともですね、支援としてやってもいいんじゃないでしょうか。ちょっとまだ詳しく内容は見ておりませんので、今日は申し上げませんが、ぜひ大分トニータのホームページをご覧ください。ですね。でぜひ各クラブいろんなことをしながら、再開に向けて頑張っていきましょう。そしてこの大分トリニータのトリボード作戦もね、ぜひ皆さん協力よろしくお願いいたします。まあ私は企画者はないですからね、一サポーターですから、まあですけども、まあね、できることをやってこう開幕に向けてですね、再開に向けて心一つになっていければいいなという思いでお伝えをしておりますので、よろしくお願いいたします。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねボタンよろしくお願いします。そしてですね、チャンネル登録もぜひお願いいたします。本当にありがたいことにですね、最近結構各サポ、ね、クラブのサポーターの方からコメントも多くいただきますし、そしてこう、なんて言いますかね、少しずつじゃあチャンネル登録も増えております。本当にありがとうございます。でこれからまた少しずつこうサッカーの話題も、まあ、かねてのようにですね、ご紹介していきまいりますので、どうかこれからも末永くよろしくお願いいたします。それではまた、どすこい。